はい、ありがとうございます、はい、先ほどまではあんりちゃんの国際協力に興味を持ったきっかけから、なんで JICA 海外協力隊に入ろうと思ったのか、みたいなところまでお伺いしたんですけど、この動画では JICA 海外協力隊に何をしていたのかっていう部分をお伺いしたいなと思ってまして、そもそもなんですけど、 JICA 海外協力隊応募するっていうところになったと思うんですけど、応募する職種とか国とかっていっぱい選べるじゃないですか、はい、自分はその中でどういうところに行きたいっていうふうに考えてたんですかね、まず職種はもう小学校の先生っていうのはずっと決めたので、そこは揺るがず決めて、こんなにアフリカがさっき好きっていう話をしたんですけど、実は第一希望は海の近くに行きたかった。海の方が強くなっちゃったんですね。そうなんです、海見たいなって思い始めて、海のある国ちょっともう名前忘れちゃったんですけど、を1番にして、あとはウガンダと他のもう一つアフリカの国を2番3番に入れました。なるほど、はい、ちなみに小学校教員の職種で応募するじゃないですか、はい、応募した時ってどんな面接聞かれるんですか。例えば行った場所にこうこうこういう教具がないけど、その時にどういう風に教えるとかっていうことは聞かれましたね。なるほどね、はい、まあ、でもそれはね、もうタンザニアの経験あるもんね。そうですね、なんでもう実際に経験してるんで、こうこうこういう時はこうしますみたいな形で答えていて、はい、でもやっぱり面接一番突っ込まれたのが、私タンザニアにも行ってて、大学でガーナの教育について調べてたんですよ。はい、なのに第一希望がアフリカじゃないっていうことにすごい突っ込まれてめっちゃ突っ込まれてる。でもね、海が好きなんて言えないもんね、面接でね。うまくちょっと言えなくて、そしたら結局第二希望のウガンダになったっていう。ウガンダっていう国は知ってました、はい、そもそも。いや、知らなくて、周りにある本当タンザニアとかケニアとかは知ってたんですけど、ウガンダってどこみたいな。確かに、でも行くっていうのはもう決めてたんだよね、はい、決めてました、じゃあ実際それ調べて行ってみるわけだと思うんですけど、はい、行く時にどういう内容で行くことになったんですか。現地の小学校に配属になって、算数と体育をまず教えること、でプラスアルファ、その現地の教員に対して日本的な指導方法を伝授することっていうので養成を受けました。なるほど。実際ちょっと聞いてみたいんだけど、ウガンダの学校の課題って何だったのかなっていうのがすごい気になってて、何だったんですか。勉強がまずテストをパスするためのものだけであること、それをだからやるために子供に考えさせるってことはしないで、ただ覚えさせる。で、覚えてなかったら、一番そこが問題なんですけど、覚えてなかったら体罰を、そうなんだ、すごくして子供を罰するっていうところをやってるっていうところでしたね、私が言ったのは。そうなんだ。それに対してどういう改善したんですか。ここは結構難しくてですね、結局その私は絶対そういうことはしないよっていうことをして最初授業したんですけど、したらみんな誰も聞かないんですよ、子供が。ぶたないからこの先生は聞かなくてもいいやってなっちゃって、で私が一応なのでやったのは、子供たちに飴を与えるっていうので、無知ではなく飴を与える、はいはいはい、だからもうできたことを褒めて褒めて、でそれを可視化してあげて、あなたすごいんだよ、ぶたれなくてもできるんだよってことを、とにかく見せてあげるっていうことを。そういうことね。しました。日本って結構当たり前なんですけど、全部合ってたら花丸がもらえるとか、確かにね、漢字ドリルとかで全部終わったらシール貼れるとか、もう当たり前にあるんですけど、ウガンダってそういうの本当になくて、間違えたら怒られるけど、合ってることに対しては褒められないっていうのが当たり前みたいなね。そうそうそう、だから合ってることに対して花丸をあげたりとか、花丸5つ貯めたらこのスタンプをしてあげるみたいな形でやってあげて、でそしたらすごい子供たちが変わってったんですよ。で最初は私がぶたないから全然子供が聞いてないのを現地の先生が見て、ティーチャーにはぶたないからねみたいな、ぶたなきゃダメだよ、ウガンダの子たちなんてお尻に耳があんだからみたいな、聞かせるためにはぶたなきゃダメみたいなことを言われて、みたいになってたんですけど、結局子供たちが変わって、でそれを見て先生たちもだんだん褒めるってことも必要なんだなっていうことに気づいてってくれたみたいな感じでしたね。あ、そうなんですね。もう一個聞きたいのが、体育とかってどうだったんですか。体育はそもそも私3代目だったんですよ。で同じ養成をみんなされてたんですけど、私が行った時体育の授業やられてなくて、であれってなって、あれ3代目で、そう3代目で、難しいね。そうなかったので、体育の授業始めることからやって、で、まあ、そこでも結局あっちの人たちって運動神経はいいので、こっちがあんまり教えることないんですけど、やっぱり協働して友達と力を合わせてやるみたいなことがないので、その辺ができるアクティビティを入れて、なるほどね、はい、で一応その集大成として体育でも褒めるってことをしたかったので、褒める機会として運動会を企画して、練習をした成果を見せて、ちゃんとそれができ
ができてるって周りに褒められる機会として運動会もやってました、うんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。実際なんですけど、うん、2年間ウガンダで先生として教えるっていうのも厳密に言うと初めてになるじゃないですか、うん、実際それで辛かったこととかなかったですか？毎日自分の力不足を感じて、うんうんうん、授業をきっと経験があったらもっとうまく教えられたんだろうなとか、うん、ここ本当はこれでいいのかなとかっていうのはもう常に心配になりながらやってました。でも教育ってやっぱり正解がないというか、まあ、そうだよね、はい、と思ってるので、うん、子どもたちの顔を見て日々反省して、はいはいはい、精神してました。なるほど、はい、むしろ一番嬉しかったことって覚えてます？私算数キットの貸し出しっていうのをしてて。何それ？定規とかを使わないとテストで罰になるのに、はい、子供たちお金がなくて定規も持ってないから手でこう線かけて罰みたいなことがあって で、 、ね、でもなんかその定規を買い与えてあげるのは違うなって思ったんで、うん、貸し出しをできるようなシステムを作ったんですね、うんうん、でもそれを作った時に現地の先生たちがそんなことやったらただ自分のお金をドブに捨てるようなもんだよって言われて、うん、ウガンダの子供たちはすぐ物を盗むしすぐそういうの壊すから意味ないわよって言ってすごい先生たちに笑われて、ですごい悔しかったんですよ、うんうんうん、何そのウガンダの子はって、うん、みんな違う子たちで、うん、みんなちゃんと良し悪し考えられない、なんだろうと思ってイライラしながらやったら結局物がなくならずに、うん、子供たちがちゃんと貸し出し表に自分の名前書いて返した日にち書いてみたいなことができて、うんうん、っていうこと自体が私としてはめちゃくちゃ嬉しくて、信じてた子供たちにギブバックしてもらったみたいなのがもう本当に今でも嬉しいところですね、うんうん、じゃあそこの先生たちが考えて先入観みたいなのを払拭できたということですね。あ、それはすごいですね、うん、なるほど。もう一点ちょっと視点変えて聞きたいんですけど、はいはい、2年間ウガンダに行きました、はい、2年間ウガンダに行ってよかったと思います？めちゃくちゃ良かったです。やっぱり人生変わりました。何が一番良かったですか？日本じゃないどこかの国でホームと言えるただいまって言って帰れる場所ができたのは、うん、確かにね、めちゃくちゃ本当に人生で大きいなと思ってますね、うん、確かにね、うん、なかなか2年間ずっと同じところに住むとか、うん、しかも誰もいないところに住むなんてほぼないもん、ね、うん、そうなんですよ。あー、なるほどね、確かに旅行とかすごいいっぱい行ってるんでいろんな国行ってるけど、うん、やっぱり住むっていうところでは全然違うので、うんうんうん、そこは本当に大きなところだなと。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、実際最後に聞きたいのが、うん、協力隊終わるじゃないですか、うん、協力隊終わる時に今後の進路のことも考えるじゃないですか、はい、どういう形で進もうっていうふうに考えてたんですか？実はその協力隊終わる時には進路決まってない状態のまま帰って、うんうんうん、というかもう分かんなくなっちゃってどうしようってなったまま帰国しました、うんうん、それは教育関係でやっていきたいけど何をしたらいいかが分かんないということ？そうですね、もともと私教員になりたいって思ってずっと人生歩んできてて、だから協力隊が終わったら日本で先生をするつもりでもともと行ってたんですよ、うん、でもやっぱり協力隊で行ってすごくいろんな経験をして子どもたちともすごい楽しかったんですけど、うん、結局先生って影響が与えられる範囲ってその教室にいるその子どもたちだけなんですよね、うん、はいはいはい、だからどんなに教育を変えたいと思ってもその子たちだけ、自分が関わる子だけに影響を与えるんじゃダメかもしれないっていう風に思ったのが一つと、あとやっぱり先生の力量によって子どもたちに与えられるものが変わっちゃう、人によってその差が出ちゃうっていうところも教育の大きな問題だなって感じたんで、なんか先生じゃなくやった方がいいんだろうなと思ったものの、先生って意識しかなかったんで何が他にあるんだろうっていうのが分からない状態のまま帰国をしたって感じです。なるほどね、めちゃくちゃ面白いわ、うん、確かに先生だったらそのクラスとか、うん、そこの学校の中でしか影響を与えられないしインパクトを与えられないと、でかつその先生によっても、うん、その人たちの力量によって生徒たちが同じインパクトをもらえるかもらえないかっていう判断もなると。それは確かにそうですね。そうなんですよ。でしかも学校現場に行けない子どもたちにはもうその機会すらないので、うん、まあそうですよね。 それじゃあ変えられないな、教育はと思って、うんうん、でも答えが見つからないまま、まあまあ世に戻ってきたと、はい、いやもう人生迷い中って書いてきたわけね。ただいまみたいな感じの人になんかこうどうしようって帰ってました。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこの動画では JICA、はい、海外協力隊のお話をしたんですけど、はい、次の動画では今何をしているのかっていうところで、うん、アニちゃんがどう迷った内容に対して答えを出して進んでいってるのかっていうところをお伺いしたいなと思います、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。